皆さんこんにちは。多くのバラエティ番組などに出演し、そのキャラクターと明るい性格で多くの方から愛される磯山さやかさん。今回は結婚、経験人数の暴露、性癖、歴代彼氏、不仲説について迫っていきたいと思います。磯山さやかさんは1983年10月23日茨城県水戸市出身で、現在40歳です。家族構成は両親と兄、姉の5人家族で、磯山さやかさんは3人兄弟の末っ子です。幼い頃は小児喘息を患っていたようですが、非常に活発であり運動が大好きで、小学校時代はサッカークラブに在籍していたそうです。また幼稚園の頃から浅香唯衣さんに憧れてアイドルになりたいと思っていたそうです。茨城県鉾田市内の鉾田南中学校に入学すると、吹奏楽部に入部し、トランペットとアルトサックスを担当していたそうですが、高校に進学したら野球部のマネージャーになろうと決めていたそうです。茨城県の鉾田第二高校に進学すると、念願だった野球部のマネージャーを務めたそうですが、当初はかなり大変だったようで、後に坊主になれるのが大変でした。あそこまで坊主が集まる環境は初めてだったので、びっくりしちゃってと振り返っています。一方でモーニング娘。の阿部夏実さんに憧れており、高校1年生の時にモーニング娘。のオーディションを受けていますが、書類選考で落選しています。高校2年の時にオーディション雑誌の募集案内を見て、ホリプロスカウトキャラバンを軽い気持ちで受け、二次審査で落選しました。しかし審査員の一人であったホリエージェンシーの社員に、うちのオーディションを受けてみないかと声をかけられたことをきっかけに、改めてオーディションを受け、2001年に芸能界入りしました。そして高校3年生時にグラビアアイドルとしてデビューしました。高校卒業後は大学に進学せず、主にグラビアアイドルとして活動をしていました。また女優としても活動を開始しており、2001年にドラマ「ヒーロー」でドラマ初出演を果たし、2005年の映画「マイッチングマチコ・ビギンズ」では映画初主演を務め、2006年1月にはテレビドラマ「セカンドハウス」でもドラマ初主演を務めました。以降も映画「リアル鬼ごっこ」「虎の流儀激突」「燃える嵐の関門編」、ドラマ「私旦那をシェアしてた」、4分間のマリーゴールドなどにも出演しています。2007年頃からバラエティ番組への出演が増え、アッコにお任せや主治医が見つかる診療所などにレギュラー出演し、徐々にタレント業へシフトしていきました。タレントに転身するにあたっては、志村けんさんとの出会いが転機だったようで、後に私にとって本当に大切な出会いでした。最初はあの志村さんと一緒なんだと感激しつつも、現場では皆さんの足を引っ張らないよう必死でした。コンスタントにお仕事をさせていただく中で、たくさんのことを学ばせていただきました。昔から同じコントでやっているのに、ずっといろんな年代の方が笑っているってすごいなって、間の取り方とかは勉強になりましたし、プライベートの会話の中から新しいネタが生まれることもあって、そばにいていつもワクワクしましたと振り返っています。2021年にはデビュー以降所属していたホリエージェンシーから退所、独立し新事務所であるリフィカを設立しました。2023年初夏公開予定の愛の小村帰りでは、2005年以来18年ぶりとなる映画主演を果たしました。タレント、女優、スポーツキャスターなど様々な方面で活躍する磯山さやかさん、私生活は一体どうなんでしょうか。現在40歳ですが、結婚はしていません。結婚しない理由は真相は定かではありませんが、慎重で堅実な性格、事務所が独立したのでタイミングを見送っているなどの噂がありました。番組内で彼氏を見つける企画があったが、進展がなかったことや過去に熱愛報道がなかったことから、性格が由来ではないかと言われています。また2021年に事務所を独立した際には、マネージャーも一緒に独立しているようです。2人で独立するのは夫婦で事務所を経営していくケースがあるそうで、山田優さんと小栗旬さん、アグネスチャンさんと渡辺努さんもそのケースです。磯山さやかさんとマネージャーは
芸能界でも公私ともに仲が良いと有名であり、二人きりで独立したことを踏まえるとマネージャーとの熱愛の可能性は高そうです。そのため結婚は事務所が軌道に乗ったタイミングを見計らっているのかもしれませんね。また2023年公開の映画愛の小村帰りで自身が演じる役の結婚が全てじゃないというセリフに対して取材では、私の周りは結婚している人が多くて、そういうところで話を聞いたりとかも含めて、ここまで生きてきてしてもしなくてもこだわりがちょっとなくなってきました、パートナーの方とするしないで壊れる関係性じゃないといいなと、この年齢になるとありますね、とコメントしています。また2019年10月に放送されたトークバラエティ番組おぎやはぎのブステレビにて、ブスの恥ずかしい性体験が話題に上ると、お笑いコンビのフォーリンラブバービーさんは磯山さやかさんに処女と質問し、おぎやはぎの2人も経験人数どれくらいなの、34歳だから10人いかない、5人から10人くらいと追求しますが、磯山さやかさんは全然片手なんて超えないですと5人以下であると回答しました。矢作さんは2、3年付き合った彼氏が20歳からいたとしたら7人行くんだぜと驚きを隠せない様子で、磯山さやかはそんなに付き合っていないと、交際人数も7人以下であるとも話しています。また同番組にてテーマブスの勝負下着では、磯山さやかさんは恥ずかしがりながらもシルクみたいなシルキーな感じのつるっとした感じだと触っていて気持ちいいのかなとと答え、さらに色はと聞かれると薄ピンクとかと答えていました。磯山さやかさんには以前に野球選手の青木宣親さんや長野久義さん、力士の遠藤翔太さん、大御所志村けんさんなどと熱愛が噂されていました。青木宣親さんとは2009年に2人で食事へ行っているところを何度も目撃され噂になったようです。しかし磯山さやかさんは青木宣親さんとの交際をきっぱり否定し、報道の直後には青木宣親さんはフリーアナウンサーの青木幸さんと結婚をされているため可能性は低いと思われます。長野久義さんとは2013年に週刊ポストにより報道されました。長野久義さんは当時交際していた方がいましたが、破局が報じられ新彼女はということで磯山さやかさんの名前が上がり熱愛疑惑が出ました。しかし磯山さやかさんは長野久義さんとの熱愛を自分でもびっくりしたくらい関係ないです、インタビューはしたことがあるけど話しただけ、残念ながら匂いも嗅がなかったですねときっぱり否定しています。力士の遠藤翔太さんとは2014年にテレビ番組で共演した際に、磯山さやかさんが遠藤翔太さんのことをかっこいいタイプと言っており、その後に遠藤翔太さんにお姫様抱っこをしてもらったそうで、このことから2人の熱愛が噂されたようです。志村けんさんとはプライベートでお付き合いがあり、磯山さやかさんが頻繁に志村けんさんの番組に呼ばれることにより噂が出たようです。ただ熱愛報道というよりは身体の関係を持ったのではとの噂のようですね。芸能界で活躍する磯山さやかさんですが、ネットでは磯山さやかさんと熊田曜子さんとの不仲説が噂されています。以前から多くの番組で共演することが多く、両者のブログに名前が登場するほど仲が良かったそうです。しかし2012年のペニオク事件以降、2人の交友がなくなってしまったようです。磯山さやかさんはそれほど気にしていないが、事務所的に距離を置いているという噂があります。またただ単にお互いに忙しくて疎遠になっただけという噂もあるようです。現在もテレビでは見ない日はないほど人気となった磯山さやかさん、これからもそのキャラクターと明るさで笑顔を届けてくれることを期待しています。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。